ん、イカだ。誰？新キャラだ。疲れてる。ぜーぜー、どうしたんですか？イカだなんかに乗って。わしはクララというものじゃ。こんな大荒れの日に海で人に会うとはの。若造、この辺りで巨大なホホジロザメを見なかったかい？他のサメはいましたけど、言われてみるとホホジロザメは見てないですね。そんなはずはない。我が夫の仇クラウスめ、奴の痕跡は確かにここに向かっていたんじゃ。クラウスは嵐が吹き荒れる夜にしか姿を現さぬ。今から36年前、夫が奴にやられた日も嵐が吹き荒れていたのじゃ。仇を取ろうとしてるんですか？奴は間違いなく現れる。あらゆる手がかりがこの場所を示しておるのじゃ。ところで若造、さっき何度か潜ってみたんじゃが、この海は地形がコロコロ変わるようじゃな。ええ、そうなんですよ。初めてだと結構迷うかもしれませんね。くっ、ここの環境に適応している暇などないというのに。若造、お主が代わりにクラウスを見つけてくれんか。え、僕が？そうじゃ、お主はここの環境に詳しいじゃろ。嵐が止む前に奴を見つけねばならん。居場所さえ見つければ仕留めるのはわしがやる。お願いじゃ。何やら悲しい事情がありそうだし、まあ探すだけなら大丈夫か。わかりました。それじゃあ僕がホホジロザメの居場所を探してみます。おお、本当か。オンに切るぞ若造。本当にホホジロザメクララさんが仕留められるの？結構だって凶暴でしょ。ではクラウスの隠れ家を見つけたらわしに連絡してくれ。すぐに駆けつけるからな。いや、探すのはいいけどさ、心配なんですけど。いざ復讐の時。夜だっけ？夜って言ってたよね。で、コブラさんに話せないな。夜とかに話す感じになるんでしょうか？布についてね。はい、何やら呼ばれているギャオに。あ、ギャオが卵から帰った。じゃあ料理、おやつ、料理。あ、食べてる。食べたね。遊ぶ。え、こういう遊び、これだ。おお、ハートマーク出てますね。うんちしてあるのでお掃除してあげよう。管理、あ、空腹、空腹ですね。はい、まだ食べるっしょ。もう一個。いい子だ、いい子だ。親密度か。親密度って遊んであげるといいのかな。またそれね、そんなに難しくないからいける。遊んであげよう。はい、マックスになりました。教育、しつけ、注意。しつけ、注意。まあ今は多分いらない、わかんないけど。注意ってなんだろう。今必要なさそうですね。オッケー、こんな感じで船に戻ってくるたびに面倒を見てあげればいいんですね。一応電話でベーコン博士に聞いてみる、布について。あ、出ないですね。じゃあ夜かな。今日メインクエストについてできることはなさそうですね。じゃあお昼は普通にダイビングしてホホジロザメを探してみましょう。住処があるって言ってたから、なんか洞窟のような場所があるんでしょうか。嵐ということで地形が変わってそういう場所が出来上がっているのかもしれませんね。注意して見回ってみましょう。おお、早速オナガザメがいますが、あんまりやり合いたくありません。サメパーティーするぐらいで、あ、いますね。このサメ私捕まえたことあるかな。ちょっといまいち上に上がっていったな。なるほど。
おお。こいつ捕まえたことがないような気がするんだけど。するんだけど。ねえ、ちょっと君が邪魔なので先に仕留めておく。ああ、まずい。ちょっとサメだらけなんですけど、サメだらけ、サメだらけなんですけど、まずい。だけど君、よし、あなたは何ザメでしたか。イタチザメ。急に登場するんだからびっくりしちゃったよ。あー、そこに酸素ある。アオザメニューだって。あれ、アオザメって捕まえたことなかったっけ。あった気がするんだけど、ニューだな。イタチザメに気づかれてしまったな。銃弾があればね、スナイパーでしばらく減らしてからの、ちょっと、サメいすぎ。いくら嵐だからって。ちょっと、そんな生き生きとしないで。ここはどうだ？もしかしたら、シュモクザメの代わりに、ホホジロザメが泳いでるかもしれません。宅配船の下。さて、どうだ？尻尾的には、あ、カニがいる。このカニたちね、ジャンプ力が高くて、岩を持ち上げる間に結構やられるんですよ。わかるかな？こんな風にね、岩を持ち上げようとしてる間にめっちゃ高いジャンプを食らって、そうそうそう、やられるわけ。わかる？こいつら結構強敵ですよ。強敵強敵。マジ、ちょ、死ぬんだけど。あのカニたち、マジ下せぬ。ちょっと、嵐の海、いや、嵐の海関係ないな。あのカニたち、強敵すぎるわ。まあ、じゃあ今回は何種類かサメを捕まえたところで上に上がっちゃいましょう。夜のダイビングですね。はい、またギャオが呼んでいます。え、なんか病気になってない？トイレを掃除して、病気になってるよね。注意。注意。これ何？これ。病気になってない？電気とりあえず消すけど。病気になってないかな？まあ寝ちゃってるからどうしようもないよね。ねえ。注意って押しても何も出ないしね。起きるしかないわ。はい、それではナイトダイビングに行きましょう。なんか便利アイテムありますか？は、夜はショップやってないんだった。よし、ナイトダイビング。死なないように気をつけて行きましょう。ホホジロザメ、出会うことはできるでしょうか？あー、緊張する。夜のダイビング。めっちゃ緊張する。行けっかなあ。あ、ここ、ここ。前も見たけど、ここの入り口ね、めっちゃ気になりますよね。サメがいるわけではなさそうです。とりあえず。で、早速この下にサメの魚影が、眠り深かな？違うかな？ちょっと顔が丸っこいのは眠り深だった気がするんだけど。巨大イカがおる。あ、巨大イカって何？何こっちのこと掴んでくるの？聞いてないんだけど。巨大イカ。待ってよ、待ってよ。待ってよ。美味しい食材になっておくれよ。聞いてないって、聞いてないって。よいしょ。待って待って。そんなに急がないで。待ってくれって。必死の抵抗じゃん。
待って、あ、ちょっと結構簡単に捕まっちゃうな。近づかれただけで毒まで吐くし。待って待って待って、早い、素早い、この子。なんで明らかにこいつの方が早いんだよな。やーっと捕まえられます。いやー、しんどかった。アメリカ大赤いか。ここら辺はノコギリザメが1体2体っていますね。3体もいるよ、ノコギリザメが。3体もいるなぁ。まあ、ノコギリザメ、美味しい味スコアがいいから、取ってもいいんだけど、他のサメを探したいんですよね。まずい、サメ2種類同時はきついきつい。くーくーここはあれか、あれ入れない、この洞窟入れないよ。そんなことある、そんなことあります。せっかくだから取るかよ。突進は防いで、弾がない。突進防いで、森でつつく。夜だからヒットポイント多め。緊急回避。さて、ああ追いつかない、届かない、届かなかった、なんということ。夜強いんだよな、パワーアップしてるんですよね。よいしょ、やられたくない、強い、やられたくない。よっしゃー、やっとだわ。君は回収に来てもらおう。なかなか難しいな。お、渦の音が聞こえる、もしかして。渦の音だ。オオシロザメって、渦？あ、渦巻きだ。この奥にホホジロザメの隠れ家があるのかな。今は確認だけして、あのおばあさんを呼ぼう。え？入らないってこと？危険な生物の気配を感じます。入りますか？この中にホホジロザメがいるかどうか確認するってことだよね。いた！凶悪そうな顔してる。うわ、やっぱりここだったんだ。早くあのおばあさんを呼ぼう。無線機を。しまった。そういえば連絡先を聞くの忘れてた。そういえば。いかにも凶暴そうだ。目を覚ます前に出口を見つけ。やばい。気づかれ。いや、もう歴戦の戦士って感じの体してらっしゃる。おーグレートホワイトシャーク、うん、なんとか強そう。うわ、起きちゃったよ。ううあのおばあさんが来るまでなんとか持ちこたえないと。え、気づいてくれるかな。持ちこたえればいいのね。あのおばあさんが何かものすごい秘密兵器とかを持ってきてくれてる可能性あり、可能性はあり。どう来る、どう来る。よし、オッケー、突進だな。突進攻撃ですね。銃弾。おお、突進当たった。なんだその泳ぎ方、なんだその泳ぎ方。トルネード、トルネード、トルネード、危ない、強え。ただ突進してくるだけじゃない、他のサメとは格が違うぜ。よいしょ、
十分に距離取って、おー噛みつき、会いたい。ちょっと酸素あったっけ、酸素あったっけ、酸素あった、あ今はそれどころじゃない。下に降りて酸素取って、どうだろう、一定ダメージやっぱ与えないといけないのかな、一定ダメージ与えないといけないのかな。よし、ダメージをだいぶ与えてる。よし、なんだなんだ、またハリケーン、ハリケーン、渦、渦がちょっと波打ってる、波打ってる渦。おお、あーやめてくれ、これ弾明らかに足りなくない、弾明らかに足りなくない、くー、待って待って待って、よいしょ、危ない、おい、イエイ、またそれ、一番下に行って次は上に行って、よし、うわー危ない、うん、もう森しかないよ、もう森しかないよ、ブーストももうすぐなくなっちゃうし、あはあやばい、酸素酸素酸素、これは厳しい、ここで武器を、あートリプルアクセルか、弾は確保したけど危ない、やばい、あやった、あーバーサー、バーサー、おようやく捕まえたぞ、クラウス。すまん、若造。ここの地形にはどうしても慣れなくてな。オホチロザメが渦巻きを起こすなんて想像もしませんでした。血も涙もないやつさ。あいつが起こした渦に、わしの夫も、く。とにかく、おかげで復讐を果たすことができたぞ。何かお礼をしたいのじゃが、ボートで落ち合おう。上で待っておるぞ。え、待って、今、私、サメの攻撃食らったせいで酸素あと3ぐらいだったんだけど。酸素、酸素、うう、全く凶暴なやつだったよ。倒した記念に何か持ち帰れるものはないか見てみよう。ね、私、酸素、あ、ちょっと回復した、優しい。優しい。よかった。あいつ、肉質もすごく硬いんだね。でも、肉汁たっぷりな感じで、バンジョさんが喜びそう。食えるんか。サメを、いやよかった、超ギリギリの戦いでしたね。帰り道はこっちでいいんですか。いやーよかった、待って、帰り道ここじゃないの、どこ帰り道、どこ、渦はこっちでした、ここに帰りの渦がありました。まああとはもう本当死なないように海面を目指しましょうか。いやー怖かった。まさか自分で戦うことになるとは。でもばあさんほんと強かったですね。ものすごいトレーニングを積んでいたんだろうな、この復讐の時のために。すげえよばあさん。あ、なんか見たことないのいる、見たことないのいる、この子この子見たことないっしょ。待って、ゴマモンガラいる。ど、君はサメですか、何ですか、そのサメですか。あ、ちょっと動きはサメだ。特別自分から襲ってくるわけじゃないんだけど、サメだわ。よいしょ、夜のお魚だからやっぱ強いっすね。よいしょ、君は
トラフザメですって。おお、いい土産ができました。大満足っつって上に上がろうとしたらこいつがいてさ、びっくりしちゃったよね。よし、これで上がれる。水面に。頼む、引き上げてくれ。船に戻ります。いやー、すごいナイトダイビングだった。おかげで悲願の復讐を果たすことができたぞ。これで気が済んだなら幸いです。受け取りなされ。あやつと初めてやり合った時、へし折ってやった歯のネックレスじゃ。初めてやり合った時に歯をへし折った。すごいっすね。おお、サメの歯のネックレスですか。なんだか強い力を感じます。わしにはもはや無用じゃからの。きっと探検の役に立つじゃろう。では何時の未来に安らぎがあらんことを。お元気で長生きしてね、おばあちゃん。サメの歯のネックレス、どんな能力があるんでしょうね。はい、佐藤さん。うひょー、通知を受けてきてみれば、ホホジロザメ超レアボスカードだと。あんた本当に大したマリンカコレクターだな。マリンカに命を懸けてるとしか思えん。そんなつもりはないんですけど。伝説のマリンカコンプリーターがついに現れるというのか。ふっ、次の世代にバトンを渡す時は近いようだ。あんたの活躍、これからも見守らせてもらうよ。ではこれにて、せい。あ、よかったよ。あ、リワード、船のカスタマイズだな。ホホジロザメのクラウス、強かったよ。スナイパー持っててよかった、マジで。他の銃じゃね、なかなか当てるの難しかったんじゃないかな。で、もらったサメの歯のネックレスは森の基礎ダメージの 15% 追加ダメージ。これはね、欲しいね。欲しいけどさ、ダッシュスピード 30% 増加と短距離ダッシュ、これめっちゃいるよね。めっちゃいるよなー。いやー、迷いどころ。はい、マリンカに追加されたホホジロザメのクラウス。海洋生態系の頂点捕食者であるホホジロザメの中でも極めて強大で凶暴な個体。プララは36年前に夫を食べられた復讐をするためにこの個体を探している。頂点捕食者の中でも極めて。よく倒せたよ。めっちゃ頑張ったじゃん。ブルーホール入り口は 100% になりましたね。中間水域も 100%、 深海も 100%、 氷河通路も 100%。 氷河地域か。次は新たなる子たちがいるのね。楽しみ。ではちょっと営業遅くなっちゃいましたけど、寿司屋に行きましょうか。いや、私もなんかお腹空いちゃったな。ホホジロザメ戦疲れたな。おや、またいらっしゃった。ビップアレックス、炎のフライヤー。おはようございます、視聴者の皆さん。 NDC リポーターのゆいです。久方ぶりだな、ヴィンセント山岡だ。マイネーム。久方ぶりでもないんだよな。また前触れもなしに。前回のチャレンジザシェフ、まさに手に汗握る名勝負でしたね。そして今回は新たな挑戦者が登場です。フックスターでプラチナランクを誇るイギリスのシェフ、アレックス・クーパー。ふっ、あなたがワンパンを倒した寿司シェフですよね。もう少しゴージャスな料理店だろうと思っていましたが、なんと質素なことか。おっと、もうディスり合いが始まっていますね。今回も火花の散る勝負が繰り広げられそうです。今回の対決テーマはズバリ、海を揚げるです。日本とイギリスはどちらも揚げ物料理が有名な国です。似て非なる両国の揚げ物料理。果たして審査委員ヴィンセント先生の舌を虜にするのはどちらの料理でしょうか。もうよだれが出そうな勢いです。あは、今回も2日の時間が与えられます。では視聴者の皆様、これまで以上に苛烈を極めそうな今回の対決、チャレンジザシェフ、乞うご期待です。チャンネルはそのまま。なるほどな。めっちゃ挑発し、なんか格ゲーの人っぽいね。ふう、
でも今回のテーマは楽な方ですね。バンジョさんが腕を振るってタイや牛エビをあげてしまえば楽勝間違いなしですよ。深海魚を使おう。え、どうしてわざわざ。よく知られている味をただ再現するのは拙者の料理道に反するからだ。海の底から新しい味を見つけ出して料理に仕上げる。それが拙者が包丁を持つゆえんである。深海魚はブヨブヨしたものが多い。揚げて固めてこそより鮮明に味を伝えられるはず。でも珍しい食材を使ってもしヴィンセントさんの口に合わなかったら。心配無用だ。必ずや見事に料理してみせよう。今回用意してもらう食材はダルマザメ、コウモリダコ、そしてデメニギスだ。全部いるんじゃないかな。インパクト抜群ですね。まあ番長さんの自信に欠けるとしますか。わかりました、調達してきます。揚げ物王者決定戦、そちらも楽しみになりましたね。はい、新しい食材です。トラフザメ。幼体期にはシマウマに似たシマ模様を持つが、成体になると半模様に変わる夜行性のサメ。インド太平洋の熱帯全域で見られ、水深60メートル以内に生息する。確かに浅めのところにいましたね。あんまり攻撃性は高くないっぽかった。はい、クラウスのヒレ。特別な料理を作ることができる。パーティーの時に振る舞いたいですね。で、カレー粉。日本風カレールー。インドのカリーに比べて甘い味わい。これで新しい料理が作れるのかな。ミニトマト、収穫したやつですね。十文字ダコ。深く冷たい海に生息し、耳の形をしたヒレを持っている。その姿がダンボという名の小僧に似ているためダンボダコとも呼ばれる。あ、そうなんだ。ダンボってあのダンボだよね。かわいい十文字ダコ。フクロウナギ。世界中の暖かい海に分布しており、主に水深の深い場所で発見される深海魚類。体よりずっと大きな口で自分より大きな獲物を飲み込むことができる。この口で飲み込んでさ、この細い体に入るのかな。この細い体は伸縮自在で、口が入れば体にも入るのかな。蛇みたいな感じで、どうなんでしょうね。そしてブロブフィッシュ。あ、この顔で分かった。筋肉はほとんどなく、ゼリーのような体で密度を減らし浮力を保つ。世界で最も不細工な動物ランキング1位に選ばれたことがある。まあなんかね、愛嬌のある顔をしてらっしゃいますよね。では本日のメニューを決めてしまいましょう。はい、本日タツノオトシゴ、オウムガイ、ミノカサゴ、ホワイトシュリンプ、ミドリフサアンコウ、大西洋サバ、マカジキ、こちらでいきましょう。本日も営業よろしくお願いします。はい、今回はなんだろう、管理費みたいなの、運営費があんまりかかってないといいんだけどな。お寿司いい感じで出ていますね。皆さんめっちゃよく働いてくれています。デイブは監督って感じ。サポートが必要になったら任せてくれ。ビールやります。あんまりやってないとね、腕が鈍っちゃうからね。パーフェクト。よっしゃよっしゃ。いや、掃除やってくれるのめっちゃ助かりますね。でもプラチナになったけど客の入りは、あ、そっか、今日夜のダイビングしたからだ。そんなにお客さん来れないんだ。そりゃそうだね。本日の営業は終了しました。どうでしたか。え、やっぱさ、管理費が2000かかる。え、プラチナにしたからってこと。プラチナにしてからこの管理費めちゃくちゃやばくない。え、何に使われてるの。これ利益上がんないな。
まずい。ランク上げなきゃよかった。聞いてないよ。管理費こんなにかかるって。マジかよ。はい、10月28日に入りました。溶けゆく氷河チャプター6。おお、布について相談できそうですね。デイブ、守備はどうだ？その氷河地域へ降りるための通路は開いたんですが、寒すぎて入ることができませんでした。うむ、今のスーツでは無理だろうな。それで魚人族からこの布をもらったんですが、使い方がわからないんです。布から温かみを感じるな。これは前回魚人族の洞窟から持ってきた呼吸装置だが、これらをつなげられる機械パーツがあれば保温スーツを作れそうな気がするぞ。機械パーツか。デイブ、この前ジョン・ワトソンのスーツから何か取ってきたものがあるだろう。あ、そういえばなんか複雑そうな部品があったから持ってきたんですよね。ほう、それは水圧を自動で調節してくれる装置。これがあればなんとかなりそうだ。いや、しかし破損がひどくてこのままでは使えん。無傷のものがあれば別だが。あ、はん、俺がグッドアイデアを思いついたぜ。アイデア？一旦内容を整理したいのでな。夕方になったら話してやる。ガハハ。なんだか不安だな。まあ、コブラさんならね、今までいろいろと何とかしてきてくれましたから、期待しましょう。はい、それでは今回はここで区切りたいと思います。次回は、まあ、夕方までコブラさんの続報を待って、あとはこれだ、揚げ物王者決定戦。まあ、食材は揃ってますので、まあ、いっか。普通にダイビングして、サメを飼って飼って狩りまくれって感じでしょうかね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。